Thank you.
Thank you.
参加型ライブグランプリミューディア、会場代表アーティスト決定戦の宮崎フロアのこの日に、お越しくださいまして、もしくは、視聴者の皆さん、今何見てるか全然わかんないですけど、ありがとうございます。今から始まります。本日は総勢5バンドのバンド、宮崎を代表するバンドの皆さんに演奏していただくんですけれども、お客さんいうのかな、まずですね、今回のこのミューディアのですね、ルールというか、まあ、ルールというと堅苦しいんですけど、皆さんですね、今日は皆さんのお友達とかですね、応援しているアーティストを応援するための仕組みが、整備されている素晴らしいイベントですので、ぜひ耳の穴かっぽじってですね、ルールをよく把握してください。今からこの夏にゃん仮面、仮面嫌いなんで夏にゃんがね、説明します。私は申し遅れました、サムタイムちょっとっていうバンドをやっております、甲斐正史と申します。よろしくお願いします。よし、で ルールをね、この可愛らしい夏にゃんが説明しますので、耳の穴かっぽじってよく聞いてください。はい、本日 MC 担当させていただきます夏なんです。よろしくお願いします。イエーイ。あ、いらっしゃいますね、初めての方。ありがとうございます、はい、まずこちらの本日のライブなんですが、インターネットで生配信されております、yeah. でこちらの今会場にいらっしゃるお客さんとライブを配信で見てくださっている方が投票をするというイベントになっています。投票できます。投票、まず投票のやり方なんですけど、はい、ミューディアのサイトに無料会員登録をするところから始めていただくんですが、まだ会員登録されてない方いらっしゃいますか？されてない方いらっしゃいますか？お客さんでされてない方。あ、いない。えらい。いない。まずこのライブ配信なんですけど、入り口に QR コード貼ってあって、そこからライブ配信のサイトにリンク飛ぶことができるので、もし配信見たいという方はそちらからもログインお願いします。はい、でまず投票のやり方、まず会場のお客さん編なんですけど、入り口で
金のパス投票券っていうのを1人1枚ずつもらってると思うんですけど、皆さんもらってますか？紙をもらったはずですね、来られてるお客さんね。そちらが投票券になっておりまして、そうです、1枚ずつにコードが書いてあります。そうです、ニューディアのサイトにログインしていただいて、そのギフトコードを入力すると1万ポイント分のギフトと5000ポイント分のギフトがもらえる仕組みになっています。そう、そのギフトを本日出演されるバンドの皆さんにいいなと思ったところに一つずつギフトをプレゼントするという形で投票をするということになります。 yes, yes. こちらが1万ポイント分と5000ポイント分は同じバンドさんには投票できない仕組みになっているので、最低でも2組投票するということになります。だからオドマージのバンドを見に来たとしても、もう一バンドに絶対投票してください。これ2つとも投票しないと無効になりますので、必ず2バンドに1万ポイントと5000ポイント投票してください。はい。はい、会場の皆さんが持ってるポイント、すごい大きいので、そうなんですね。吟味して、本日最後まで見ていただいて、はい、いいなと思ったところに投票よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、配信を見てくださってる方も投票ができます。でミュージアンの そのライブ配信中のところにログインすると、まず1日30ポイントのログインボーナスというのがもらえる仕組みになっているので、もしかしたら今日のためにめちゃめちゃポイント貯めてくださっている方がいるかもしれないので、その方々も配信中にあとこのバンドに投票したいなというところにギフトを送っていただくという形で投票をお願いします。はいはい、なので会場の皆さんと配信を見てくださっている方の投票の合計ポイント、はい、上位2組が本日会場代表として進むことができるので、皆さんよろしくお願いします。会場の皆さんとカメラの向こうの皆さんの手で自分の好きなバンドをですね、次の福岡のステージに立たせることができる、まあ、オタク的にはこれ最高のイベントですよね。ね、はい、ね、はい、そういう感じです。で、投票の仕方とかログインの方法、登録の仕方などわからないことがあったら、私そこら辺うろうろしてたりするんで、聞いてもらえれば、私が夏にゃんにね、はい、聞いてもらえればレクチャーしますんで、わからないことはわからないと言いますけどね、はい、レクチャーしますんで何でも聞いてください。はい、はい、それではですね、一つ目のバンド、ニロキュー、スリーピースバンド、ツインボーカルの、私自分のバンドで何度か対バンさせてもらったことがあるんです。非常にいいバンドでして。でですね、ちょタイムリーなんですけど、ベースボーカルのキコちゃんという方がですね、宮崎のテレビ番組でミュージックグランプリっていうのがあるんですけど、その宮崎のバンドをこうランキングする番組なんですけど、昨晩放送された分でですね、彼女ソロでやってる曲がナンバーワンを取ったと、グランプリを取ったと、イエーイ。そんなね、宮崎のグランプリ番組でナンバーワンを取るような、ベースボーカルのキコちゃんがいるスリーピースバンド、もちろんみんなすごいですよ、みんなすごいですよ。はあ、そんな感じ？大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？大丈夫です。現れるのかな、これ？大丈夫かな？それでは皆様、お楽しみください。第1番目のバンドは、ニロキューの皆さんです。お願いします。
269です、どうぞよろしく。
ございました。こんばんは、ニューヨークでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。配信ライブということで2度目の去年も出て、はい、今年も出て、はい、去年はね、鹿児島で可愛いお姉さんたちがいましたね。可愛いお姉さんたちとね、ちょっとバイバイバイセコっていう遊びをして、次きっと貝正さんがやってくれると思います。楽しみ。今日は、ね、お家でもライブが見れるという、そうですね、面白い配信型のライブになっているので、はい、ぜひ、まあ、楽しんで、はい、楽しんでいただければと、ちょっと家で見ていただいている方も楽しめるようにいろいろ曲持ってきたので、最後までよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
本全国でいろんなことを思ってる人がいっぱいいると思います。苦しいなと思ってる人もいるし、めんどくさいなと思ってる人もいるし、ライブハウスが悪者にされてすごくこうモヤモヤした気持ちになった人もいると思うし、でも私は今日ここでライブハウスで配信という形でもライブができて私はすごく嬉しいです。聞いてくれた皆さん本当にありがとうございます。明日からも頑張りましょう。テイクスライターという曲をやります。
ラスト1曲やって次につなげたいと思います。今日は最後まで見ていただいてありがとうございました。まだ続きますんで最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。明るい気持ちになれるような、そんなテンション上げられるような曲持ってきました。最後によろしくお願いします。ニュルクでした。ありがとうございました。宮崎バンド 269 MIYAZAKI
BAND 魅力級で検索していただければ魅力級のアカウント出てくる。まあ普通に魅力級じゃ出てこないんですよ、多分ね。国道とか出てくるんですよ、多分ね。そうなんですね、国道とか出てくるんですよ。だから宮崎バンド魅力級でツイッター検索していただければ、情報が出てくると思いますので、多分次のライブはですね、来月予定されている、メガネロックフェスなのかな、4月26日、25、26で、宮崎の、なんていうんですかね、いろんなバンドが出るですね、サーキットっていうのかな、サーキットイベントにがあるんですけど、その26日の方に、ニオキューさん出ると思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラの向こうのみんなもね。ということで、ありがとうございましたということでですね、はい、ルール説明の時間です。我々ですね、毎回バンドが転換してる間にめっちゃルールの説明するんで、皆さん絶対にこのルールを聞き漏らさないようにしてください。もうさっき聞いた人はいいんですけど、もう一回ね、夏にゃんがより詳細をめっちゃ喋ってくれるんで、この転換の間にどうぞ。はい、まあ、ちょっと2回目になるかもしれないんですけど、改めて本日のライブイベントのルールと投票の仕方についてお話しします。まずミューディアっていうサイトに会員登録しないといけないんですけども、こちらの会員登録もお済みでしょうか。済んでない方いらっしゃいませんか。済んでない方は申し出ろ、おめろ、ごめんなさい、もうはい、済んでない方はぜひね、お願いします。そこら辺に QR コードが貼ってあるのと、あとは、カメラの向こうの皆さん、ミューディアのサイトをすでに見てると思うんですけど、もし会員登録してなければですね、今見てる携帯なら画面の下に会員登録っていうボタンがあるので、そこからやりたいことになってます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今さっき、今ちょうどライブ配信中なんですけど、さっき確認したら50人ぐらいの方見てくださってたので、お、素晴らしいですね。画面の向こうに50人お客さんがいるということです。やばいですね。まず投票の仕方なんですけど、会場に来てくださってるお客さん、入り口で金のパス投票券というのを1人1枚ずつもらってると思うんですが、はい、そちらは確認済みでしょうか。そちらの裏面左下にギフトコードっていうのが書いてあるんですけど、そちらをミューディアのサイトにログインした後にギフトコードを入力していただくと、はい、1万ポイント分のギフトと5000ポイント分のギフトがもらえます。こちら会場に来てくださってるお客さん限定です。そうです。こちらも本日出演予定のアーティストの皆さんに投票することができるんですが、こちらが1万ポイント、5000ポイントを別々のアーティストさんに投票するというルールになっているので、2組最低でも投票することになります。2組ですね。そしたらね、いつも の宣伝のチップビラカード持って捨てたりしないようにするね、はい、大事なロードになっているので、そちらを入力してギフトを2つもらってください。でそちらが今配信中の画面からアーティストさんを選んでギフトを送るっていうのを選ぶ と、ポイントが投票できるっていう形になってます。すでにもう投票してくださってる方がさっきいらっしゃったので、誰が何ポイント投票したかっていうのを見れる形になってます。でまず配信を見てくださってる方も投票できるんですが、はい、投票の仕方は同じです。ミューディアのサイトから配信中のライブを選んでいただいて、このアーティストに投票するっていうところに進んでいただくことになります。ミューディアのサイトログインすると1日30ポイントログインボーナスがもらえる仕組みになっているので、今日登録した方も30ポイント分は投票することができます。私も昨日登録したんですけど、ログイン、初回ログインボーナスみたいなので90ポイントももらえてたので、もしかしたら今日初めて登録したっていう方は90ポイントと30ポイント120ポイント分が投票できると思うので、そちらもぜひ使って投票をお願いします。素晴らしいですね、はいはい、すいません、一番大事なことは、はい、投票なんですけど、本日11時59分本日中までの投票しか有効ではないので、あとで投票しようとか言って日付またいちゃうと無効になっちゃうので、はい、もうライブイベント中とか帰り道とかも寝る前とか絶対に日付またぐ前に投票をよろしくお願いします。そう、これは私の実体験に基づいてるのか、私前回このイベントに出たんですけど、明日でもいいと思ってたっていう方とか何人かね、いらっしゃいましたんで、これ今日の23時59分までに投票しなければ、あなたの推しのアーティストは福岡の大会に行けないんですよ、はい、あなたの推しのアーティストはハメが超えた、はい、大事なところなので、ぜひ早めに投票もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
のカメラの向こうの皆さんはですね、もちろん会場の皆さんもですけど、もうどうしてももっともっとこのアーティストを推したいっていう時は課金できますんで、はい、1万ゴールドとかを1万1000円とかで買うんですけど、購入してアーティストさんを推すこともできますので、はい、どうしてもという方はもうぜひガンガンお金を使ってですね、日本の経済を回していただければいいんじゃないかなと思います。はい、こんなところですよね。はいはい、だから当日中ですね、皆さんね、絶対に会員登録をする、今日中に投票する、そして今日会場の皆さんがもらった金のパスってやつは必ず2組のアーティストに登録しないと無効になるので、絶対にこの1万ポイント、5000ポイント、一番好きなアーティスト、2番目に好きなアーティストに、ポイントを入れてください。よろしくお願いします。ですね、はい、そしてじゃあ2番手はですね、池田玲奈さん。あ、もう準備できてます。あ、できてるんだって。はい、池田玲奈さん、すごい可愛らしい女性ですけども、めっちゃ本格派なんでね、すげえかっこいい弾き語りのステージを見せてくれるんで、もう大丈夫ですか、じゃあ。はい、では池田玲奈さんです。よろしくお願いします。お願いします。池田玲奈です。よろしくお願いします。
いただいた2曲は、1曲目がバッドモーニング、2曲目がカラという曲でした。2曲目のカラという曲は、CD と今回販売させていただいてるんですけど、CD にも入ってるのでよかったら手に取ってみてください。次の曲はですね、私の友達にスイーツ作りがめっちゃ上手な子がいるんですけど、その子と一緒になんかコラボしたいねって言って、
でスイーツに関する曲を作ったんですよ。でその曲のテーマとしてやっぱりあの新生活に向けてのエールっていう感じの曲にしたくて、そういう曲に仕上がったと思うので、まあこんな世の中ですけど少しでも元気になってくれたらなと思います。聴いてください、スイーツソング。続いてちょっとまたガラッと雰囲気が変わっちゃうんですけど、
まあ、次のバンドさんにうまくつなげられたらなと思います。と見てくださってる方ありがとうございます。と池田玲奈でした。ありがとうございました。ありがとうございました。池田玲奈さんでした。ありがとうございました。素晴らしいですね。アコースティックギターが一本でいろいろあらゆるカラーの曲をやってましたね。どうですか、ダンサーとしては踊りたくなかったですか。ちょっと踊りたくなりました。どうぞ。そういらない、そういらない、邪魔しちゃうから。あ、そうですか。はい、ということで先ほどご本人もおっしゃってましたけど音源があるそうですので、はい、ぜひ皆さん、ミューディアのポイント課金をしつつ、現地にいる方は CD で課金をしつつですね、活動を支えてあげていただければなと思います。はい、すごいおしゃれなジャケットでした、ねね。はい、池田玲奈さん名前がちょっと変わってますんで、これ Twitter とか YouTube とか Instagram とかでこの池田玲奈さんの名前を調べればですね、アカウント出てくると思いますので、カメラの向こうの皆さんも現場はオタク用語、はい、会場の皆さんもですね、調べてぜひ池田玲奈さんのアカウントフォローしたり、してあげてください。よろしくお願いします。はい、さあまたやってまいりました。
ルール説明、秋田、大丈夫、まだやりますか？私は大丈夫です。多分3回目ぐらいそうですね、もうなんか、多分3回目だろうなって人も結構いますけど、はい、めげずに同じこと何回も何回も言ってました。はい、あ、ここは多分増えてるような人が、はい、よろしくお願いします。まずルール説明、こちらライブ参加、オーディエンス参加型ライブグランプリということで、皆さんの投票が上位を決める大事なポイントになっているので、その投票の仕方について説明していきます。はい、ミューディアというサイトに会員登録が必要なので、事前に会員登録を済ませていただけると話は早いので、よろしくお願いします。話は早い。で、今日のライブイベント、ライブ配信を今インターネット上で配信中なんですが、はい、そちらの配信は、入り口にあった QR コードを読み込んでいただければ配信中のサイトに飛ぶことができるので、はい、そちらからログ、サイトフォームお願いします。はい、で、投票の仕方なんですけど、まず入り口で会場にいらっしゃってる皆さんは金の投票券っていうのを1人1枚ずつもらってると思うんですが、皆さんお手元にお持ちでしょうか？捨ててないですか？そちらに、裏面の左下にギフトコードっていうのが書いてあるので、ミューディアのサイトから、そちらのコードを入力して、投票券をもらえることができます。会場にお越しのお客様、その金のパス投票券から1万ポイント分のギフトと5000ポイント分のギフトがもらえる形になっておりますので、そちらを本日、出てくださってるアーティストの皆さんに投票することができます。で、こちらの1万ポイント分のギフトと5000ポイント分のギフトは同じアーティストさんには2つ送ることができないので、必ず別々のアーティストさんに1つずつ送るようにお願いします。お願いします。こちら、投票もできるんですが、コメントっていうのもできるので、もし応援コメントを残したいという方はコメントも一緒に送ってあげるとアーティストさんすごい喜ばれるかなと思うので、よろしくお願いします。絶対嬉しいと思います。配信見てくださってる方ももちろん投票できるんですが、ミューディアに会員登録すると1日30ポイントのポイントが無料でもらえる仕組みになっておりますので、今日ログインされた方は30ポイント、事前に貯めといてくださった方がいればもっと投票できると思うので、本日配信ご覧になっている方も投票ギフトを送ってあげてください。もちろんコメントもよろしくお願いします。こちらの投票なんですが、すごい大事なことなので何回でも言おうと思うんですけど、よっしゃ、今日の11時59分までの投票しか有効にはなりません。日付をまたいでしまうと投票ができなくなってしまうので、必ず今日中に投票をお願いいたします。お願いします。お願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい。あとなんだっけ、課金。課金です。お金使います。はい。もう送った手持ちのポイントじゃ足りないぞっていうぐらい熱い気持ち持ってる方いたら、課金でギフトを購入することが、まあ、上限はあるんですけどできるので、もうもっと送りたいという方はミューディアのサイトからゴールドを買ってもらって。はい。ギフトを購入することができますので、はい、もう我こそはもう自分の推しを絶対に上位にさせたいっていう熱い気持ちあったら、ぜひ課金もよろしくお願いします。オタクにオタクだったら課金は大正義なので、ね、課金しちゃいますもんね、はい、はね、はい、わかんないですけどね、はい、はい、そういう感じでちゃんとねアーティストを応援できる仕組みが整っている素晴らしいシステムを、構築されていますので、ぜひね、皆さん、カメラの向こうの皆さん、会場の皆さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。で、次、ちょっと準備されてますけど、次ですね、ラチェットの皆さん。すごい、私、ラチェットの情報をちょっとインターネットでこう調べたりして、私、対バンしたことあるんで、個人的には存じ上げてるんですけど、すごい印象に残った言葉がありましてですね、半世紀少年と。半世紀少年と名乗ってらっしゃってですね、あ、これすごいいい言葉だなと。私もあと10年ちょっとすれば半世紀少年なんですけど、私もその半世紀少年になれるかなって思うぐらいかっこいい先輩なんですよ。まあ見ればわかりますよね、はい、どう見てもかっこいいですから、はい、そういう感じはい、で、ですね、そう、忘れてた、さっきの
あの池田レイナさんもですね、ランチェットの皆さんもあのさっき言ったあの4月25、26に行われる、今のところ行われる予定になっているメガニロックフェスに出演しますので、はい、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、でもルールの説明終わっちゃったんで、はい、もうあのちょっと準備もうちょっと時間かかると思うんですけど、吐けます？何か言いたいことあります？踊りたいダンスあります？いや、大丈夫です。大丈夫、はい、あの会員登録して投票する時間にあ、そうかそうか、皆さんあの時間が空いたらまず自分がちゃんと会員登録できてるか、はい、あの皆さんもね、向こうのネットの方の皆さんもね、会員登録、あの皆さん自分が見てる画面にね、下にログインって書いてあったら会員登録できてないですからね、はい、ログインしたらですね、ログインっていうボタンがマイページに変わります。あ、すげえ出てこなかった。マイページになるんですよ。昨日登録しました。そう、私も登録しました、ね。はい、で早めに登録してくださると、もし自分が好きなアーティストが福岡会場の大会に行った時に、その日まで毎日ログインすれば毎日、ね、はい、ポイント貯めていけますの で、はい、新規会員登録された方にも90ポイントのボーナスもらえたので、もし今日登録してくださってたら120ポイント分お手持ちになってるかと思います。だから、ね、毎日ログインしてポスポスポイント貯めて、はい、たまには課金してみたいなことを、今日からはね、今日登録してもこれからも楽しめる、そんなミュージアムのサイトに皆さんぜひ、会員登録は無料です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一旦私たちはね、あの後ろに励ますので、またまた来ます。よろしくお願いします。はい、失礼します。
ために、MC を少なくするという運びになりました。ね、MC をあまりするとですね、曲が減ってしまうのでね、今日はね、オンタイムでいきますよ。ね、ということで、ミューディア、あとフロア、よろしく。片言っぽいけど、あ、僕たちラケットと言います。
一言。盛り上がっていけるといいかなと思います。イエイ。あの四半世紀少年ということでイエイって言います。僕ら昭和の人なんでイエイ。ね、もうこの人はネットの先の人たちに向かって言ってますよ、ね、皆さんもありがとうございます。多分家で携帯見てる人がイエイって言ってるんですよ。想像もできなかったですね。じゃあ次の曲いってみたいと思います。アンフォーゲットボール。
Oh,
でちょっとさっきメガネロックに出演するってちょっと言ったんですけども、実際はボーカルのガッキーさんが弾き語りで出ます。メガネロックの方は、はい、よろしくお願いしますということを情報訂正しておいて、はい、で、やってまいりました。はい、もう4回目ですね。4回目の ルール説明の方、多分新規で入られたお客さんもいらっしゃいますので、はい、もうちょっと、はい、今見てる間でも新しく来られたお客さんが多かったので、改めて、はい、本日のライブイベント投票方法についてご説明します。はい、お願いします。まずミューディアっていうサイトに会員登録が必要になります。会員登録を済みれない方は先に会員登録をよろしくお願いします。お願いします。会員登録してくださいね。はい、本日ライブ生配信中なんですが、入り口に QR コードがあるのでそちらを読み込んでいただくと配信ページに直接行くことができます。はい、投票方法、会場に来られているお客様は入り口で金のパス投票券というのを1人1枚ずつもらわれているかと思います。そちら裏面の左下にギフトクーポンコードというのが記載あるんですが、そちらをミューディアのサイトからギフトコードを入力していただくと、1万ポイント分のギフト1つと5000ポイント分のギフトを1つ無料でもらうことができます。こちらのギフトも本日出演してくださっているアーティストさんに投票することで応援できるという仕組みになっています。でこちら1万ポイントと5000ポイントそれぞれあるんですが、同じアーティストさんには投票できない仕組み
ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして投票なんですが、すごく一番大事なことなんですが、はい、大事なこと言いますよ今から、はい、本日11時59分本日中の投票でないと無効になってしまいますので、はい、日付またいなら投票することができません。できません。ですので、できるだけ今日早い時間も11時59分までに絶対に投票をお願いします。お願いします。理解できたかな、はい、大丈夫ですか。絶対忘れないようにお願いしますね、はい、結構投票、はい、結構入ってました。もういろんな方投票してくださってて、いろんな方が多分配信見てくださってると思うので、そうそう、面白いですね。ぜひもうこの推しのアーティストに絶対に行ってもらいたいという熱い気持ちで投票をよろしくお願いします。そうです。あ、そうそう、宮崎の次は福岡、福岡の次は東京かなっていう感じで、こう最終的に推しのバンドがですね、東京の大会で優勝してわーってなる賞金なんかもらっちゃったりするんですよ、このイベントね、はい、100万円です。100万円、100万円いいな、ね、出ればいいじゃん。踊らない大丈夫です、はい、100万円もらったり、だからですね、ぜひ今日もらったそのね、クーポンコードは必ず投票をして帰っていただければ、はい、貴重な1万ポイント、5000ポイントです。そうです。もう皆さん気に入ってますので、ね、さっき聞いてました、ウェブで見てる方30ポイントとかですよ、普通にログインしても、はい、全然会場の皆さん1万ポイント、5000ポイントをですね、はい、投票できるんですよ。それは課金する場合、1万1000円とかかかるんですよ、それ。はい、すごい1000円、チケットいろいろ1500円のチケットを買って1万5000ポイント使えるって、実はすごいんですよ。お得、実はね、はい、ね、もしかしたらライブ配信見られてる方で課金をして同じように応援したいって思ってる方もいらっしゃると思いますので、課金もできますからね。課金もできます。ぜひ熱い気持ちで、課金は大正義ですから。すごい、ここ完全に今心の底から言ってましたね、はい、課金は大正義、推しのためならそう名言出ました、ね、気持ちでぜひ投票とコメントもぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。でコメントはポイントにならないですけど、アーティストは絶対喜ぶと思います、はい、私もバンドマンの端くれですけど、コメントとかでかっこよかったとか入ったらめっちゃ喜ぶんで、ね、励みになると思うので、はい、ぜひコメントもしちゃってください。よろしくお願いします。はい、というところで、次はですね、トラブルサムという、バンドの皆さんですけども、宮崎大学の経営学部の皆さんで、私実は後輩ですよね。そう、宮崎大学出身なんですね、はい、17年前に卒業しました。17年前に卒業したんで、もちろんかぶってないですけど、まあ、だから後輩なんでちょっと温かい目で見守ろうかなと思いますので、頑張ってくださいね皆さんね、はい、で、そう、若い、めっちゃ若いんですよ。若いんですよ。なんか失ったものを思い出しそうで怖いです。なんか涙が出そうですね。事前に映像を少し私見たんですけど、すごい元気で熱いなっていうのが映像でも伝わってくる。ね、夏にはメモにすごい元気。すごい元気って。大学生すごい元気って書きました。そう、すごいね。で、ちょっとさっき楽屋でお話しさせてもらったんですけど、Twitter。で、トラブルサムで検索すると、なんか白い、あれ、何のキャラだ、ゴーストバスターズみたいなキャラクターは、あれ、なんだろう、白い、カメ、ちょっと何言ってるか分かんない、俺の知らないものだと思うんですよ、たぶん、なんか白いね、あれ、ゴーストバスターズだよ、たぶん、カメらしい、カメなの、はい、カメなのかな、マークのトラブルサムっていうアカウントが、それをぜひフォローしてあげてください。はい、はい、ほんで、このトラブルサム、もう4月25、26に行われるメガネロックフェスに出演します。かつその中ね、3日後なんだけど29日に主催イベントをやるらしいです。え、めっちゃ忙しいですね。忙しいね。これが若さです。すごい、そんなイベント詰まってたら死んじゃうよ。死にますね。死にますね。有給取ります。有給取っちゃう。有給取っちゃう。そんな元気な皆さんで、はい、お楽しみいただければと思います、はい、結構時間が余っちゃったけど大丈夫かな。会員登録してない方いますか。いたら名乗り出ろよ、この野郎。はい、会員登録今日していただくと新規会員登録ボーナスみたいなんで90ポイントもらえるの で、 そうです。今日登録された方は120ポイント分も使えることになります。うんうん、そうです。まあ、ぜひ1万120ポイントね、つまり最大1バンドね、はい、課金じゃねえよ、課金って言っちゃったよまた。投票ね、投票、うん、課金は大正義とか言ったの言っちゃったよ。はい、課金して
投票するっていう。そう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 。大事なのは投票です。そう、大事なのは皆さん推しのバンドを応援して、はい、福岡、東京まで連れて行ってあげてくださいね。はい、カメラの前の君もね。よろしくお願いします。君もっつって年上だったらどうしようもなかったんでね。ごめんなさいね、なんかね、名前来て。ということで、もうちょっと準備時間かかると思いますけど、トラブルサウンドの皆さんです。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。我々はさよならします。
きなりトラブルを犯していくっていうね。ギター、大丈夫？ギター音出る？めっちゃ落ちたってな。落ちた。しっぱなから1曲目で一番激しい持ってきたんで、大体トラブル起きます。そういう時ボーカル暴れすぎて結構初見の人弾いちゃうと思うんですけど、これがいつもの感じなので全然あの大丈夫大丈夫大丈夫じゃない、大丈夫じゃない。移動してた MC は僕、友達少ないんですよ。そんなアピール。昨日めっちゃなんか夜過ごしくなって、でも明日あれだからお酒も飲めないんですけど、昨日の夜みんな呼んだら誰も来てくれませんでした。なーにした、ちょっと枕濡らしなくちゃ。枕濡らしちゃってたよ。枕濡らすようなこともあったけど、まあでも負けずとめげずと頑張ってます。みんなコロナだからね、手洗いぐらいはちゃんとして、まあみんな家の中で閉じこもってたのかな。吉岡よりもコロナが怖いっていう。本当かな、本当にそうかな。そうだね、みんな今日も稲荷らが出そうです。よし、あと3曲やって帰ります。帰ります、帰りますじゃねえな、最後のヒューズ見て帰ります。レイ拍手、拍手するとこない、友達なってね。待ってます、このライブ終わったらそこの辺いるんで声かけてくれたら友達になります。あ、人見知りなんでそっちから話してくれないと。本当にいや、怖いな、あったよ。Yeah.
人たちはだけは楽しませて帰りたいなと、まあ、僕ももちろんあなたたち以上にめちゃくちゃ楽しいもんでね、負けないで楽しんでください。お願いします。あと2曲やってお帰りさせていただきます。Thank you.
優しくなりたいな。
とうございました。トラブルさんの皆さんでした。めっちゃ暑かったっすね。暑かった、元気でした。元気でした。もう本当に思いました。俺はいろんなものを失ったんだなってめっちゃ思いました、ね、この十何年、そう、この十七、八年で失ったものの多さにちょっと涙してたって思います。俺の胸を打ちました。白い服が似合うなって思います。やっぱユニフォームなんですかね、白い服って違うんだ。ユニフォームでも、あ、たまたま白い服、たま、だ仲がいい証拠でたまたま白い服、そうですね、息合ってるね、素晴らしい。あ、上着忘れないようにお願いします。あ、そう、そこに上着落ちてるね。そうそうそう、お母さん拾ってあげなくて大丈夫。お母さん、あ、ちょっと手が届かないか、お母さん。でもそういえば、青臭さっていうのは胸を打つものがありますな、我々みたいな。何かを失った世代には素晴らしい、素晴らしかったです。はい、ということで、恒例のルールを説明しようコーナー、はい、なんか新しいお客さんもいるのかな、分かんないけど、しつこく何回でもね、はい、ルールを説明するのが我々の使命だと思ってますので、はい、5回目になりますが、はい、もう多分、お客様の中でも、もう自分は言えるぞっていう人が出てきてるんじゃないかと思いますので、もう何回も聞いたわけね。はい、改めてまた説明いたします。はい、よろしくお願いします。のライブ生配信でインターネットでも配信今されてるんですが、オーディエンス参加型ライブグランプリということで、本日お客会場に来てくださってるお客さんと生配信見てくださってる方が投票することで上位を決めるというイベントになっています。まず生配信のアドレスなんですが、入り口に QR コード貼ってあるので、そちらからURL に飛んでいただければ生配信ページを見ることができます。本日会場にいらっしゃっている方、入り口で金のパス投票券というのを1人1枚ずつもらっているかと思いますが、そちらが、投票券になっています。裏面の左下にギフトコードっていうのがあるので、ミューディアのページからギフトコードを入力して、1万ポイントのギフトと5000ポイントのギフトをもらうことができます。そちらも本日参加されているアーティストさんに投票することで投票が完了という形になります。で、この1万ポイントと5000ポイント1つずつギフトもらえるんですが、同じアーティストさんには使うことができないので、必ず別々のアーティストさんに1組ずつ投票を行うようにお願いします。お願いします。今配信を見てくださっている方も投票することができます。ミュージアに会員登録してログインしていただくと1日30ポイントのログインボーナスがもらえますので、そちらを投票に使っていただくことができます。また新規で会員登録今日とかされた方は90ポイントもボーナスでもらえてるはずだと思いますので、もしかしたら今日新規で登録した方は30ポイントと90ポイントの120ポイントを投票に使うことができます。もうすでに生配信ページご覧になっている方は分かると思いますが、投票されている方は何人かいらっしゃったので、同じように自分の持っているギフトから投票をよろしくお願いします。すごい一番大事なことを最後に言いますが、この投票は本日の11時59分までしか投票することができません。ですので日をまたいでしまうと投票自体が無効になってしまいますので、必ず今日中11時59分までに投票をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まね、はい、よろしくお願いします。登録、会員登録自体がまだ済んでないよという方はこの今の時間とかでもできると思いますので、はい、入り口でもらった金のパス投票券の裏面を見ながら会員登録をお願いします。すぐできると思います、はい、私も昨日やりました。1、2分で、ね、はい、もうすぐできましたので、もしわからないことがあったら、この場で、はいって質問してもらっても大丈夫です、はい、お答えしますので大丈夫かな。5回聞かれた方がいたら説明してあげるよくらいの気持ちで。さっきちょっと説明してくださったお客様がいました。他のお客様も説明してくださった。すごい優しい、ありがとうございます、ね、ありがたいですね。大事なことですよね。今日ここに来てるお客さん、もしくは見てるお客さんね、投票漏れがないように、はい、投票漏れちゃうと自分が後悔するかもしれない。そうですね、はい、明日になって思い出してあーっとかなるとめちゃめちゃ悔しいと思うので、そう
って、ここで勝ち上がったアーティストは、ちょっとさっき情報の間違いがありましたので訂正しますけど、宮崎で勝ち残ったアーティストは福岡で、で福岡でさらに勝ち残ったら次は大阪を挟んで東京らしいです、はい、失礼しました。なのでね、皆さんあのグランプリトップになったら100万円もらえるので、はい、アーティストさんがね、だからあのぜひ応援をね、よろしくお願いします。はい、投票の、生配信ページからコメントすることもできるので、そうそうそう、投票終わった方とか、投票ちょっとなんかできなかったっていう方とか、はい、コメントを送ってあげると、特に配信でご覧になってる方は直接アーティストさんに伝えることが今日できないかなと思うので、うん、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。何人かコメントすでにくださってる方いらっしゃったので、きっと後からアーティストさん読んでくれると思います、ね、面白いですね。あの皆さんページ見られてると思うんですけど、リアルタイムに今の順位が分かるんですよ。はい、もう残酷なことに何回か今日私見てるんですけど、ね、結構入れ替わりが激しいです。あ、そうです。あ、ちゃんと見てくださってるんですね、夏には。はい、ありがとうございます。私は見てます。さすがですね。で、結構会場にいらっしゃってる方多いので、自分の今手に持ってる1万ポイントだとか5000ポイントで結構大きく動かすことができると思いますので、もう熱い気持ちでこのアーティストにっていう気持ちで投票をしていってください。はい、面白いことにですね、あの23時59分に決まるんですね、これ。はい、あのつまりこの場で1位はとかなくて、すごいサイレントに決まるんですよ、これ。はい、あ、だから後追いが後々、ね、そう、このライブ後に面白いですよ、これが。ちょっと最後まで、今日日付が変わるまで目が離せないと思いますので、そうそうそう、ね、随時そこもチェックしてもらえると。23時58分まで見て、目当てのアーティストが1位じゃなかったら、そこで課金するって言ってもらう。あ、そうですか。課金する。メディアのサイトからそのギフトっていうのが課金して買うこともシステム上は可能でして、まあ、上限があるということではあるんですが、もう自分の手持ちの今無料でもらってる分じゃ足りないっていうぐらい熱い気持ちがある方は、課金もぜひ、はい、推しのためなら大正義です、ね、皆さんあまり出かけないからお金使ってないじゃないですか。使いたい使いたいっていうお金があれば、ぜひ今ここで課金に回していただけませんかね、皆さんね。そうです、配信しかご覧になれてない方とかは、会場の方の1万ポイントとか羨ましいなって思ってる人絶対いると思いますので、課金もあるよっていうことをお伝えしておきます。はい、はい、では次のバンドさんですけど、ザ・フューズさんという、はい、はい、私あのコンビニでもバンドやってまして、結構あのみんなあのなんていうの、なんだかんだでこう絡んだことがあるバンドが多かったんですけど、はい、唯一ですね、あの全くお話ししたことないバンドなんです。はい、私も初めまして。初めまして。で、あのいろいろインターネットであのお調べするとですね、はい、なんかすごい毎月のように主催でゲストを呼んで2万とかやってるぐらい、なんかすごいすげえ精力的なバンドなんです、はい、すごいなって思って、すごい、そんなんやっちゃったら俺なんかいろんなことが犠牲になっちゃいそう。大変ですよ。イベントって大変なんですよ、本当に。千葉の方がいらっしゃる。あ、そうそう、ベースの方がね、千葉の方らしくて、千葉と宮崎ってどうやって練習とかするんですかね。それで毎月ライブができるっていうのも、どういうこと、どういうことなんでしょうね。どういうことなんでしょうね。謎ですよ。それぐらいこのバンドとかライブが好きなんですよ。ですよね、好きでできます？好きならば。毎日千葉にダンスしに行ける？私は無理です。ね、すごいなと。はい。はい、そんなザ・フューズさんですが、次回4月の29日にこのフロアの向こうのホールかな、多分で、予定されている主催イベントリペイメントボリューム12。はい。12？ 12って言った方がかっこいいですか？かっこいいです。これ12。リペイメント。があるらしいですね。はい、かっこよさそうな感じで、まあ私もなんかあのネットで音源とか聞いたんですけど、かっこよかったですね。ぜひあの生で見てみたい。はい、ちょっと私も映像で、はい、あのミューディアのサイトから昨日ちょっとチェックできなかったので、今日すごい楽しみにしました。そうそう、で、なんだってさっきね、あのちょっと聞いたんですけど、ツイッターアカウントがあって、おね、ザ・フューズって普通にこうスペースとかやっぱしてると、いろんなフューズが出るんですけど、はい、あのスペース入れずに THEFUSE の後にさらに数字を入れると14、待って、なんだっけ、待って、あ、
14と合ってた、はい、THEFUSE14 ザフューズ14って入れるとこのザフューズさんのアカウントが出てきます、はい、こちらでライブ情報とか音量の情報とかが配信されてますので、はい、ぜひフォローをして差し上げてください、はい、よろしくお願いします。もちろん投票も忘れずに、はいはい、投票も忘れずに、ということで我々終わった後に最後にもう一回ルールの説明していきますけど、はい、念押しに来ますので、念押しに来ますので、はい、一旦お疲れ様でした、はい、じゃあ最後ザ・フューズのバンドの演奏をぜひお楽しみください。お願いします。
みんな思いっきり盛り上がってこいよ。Yeah.
やかっこいいバンドがたくさんいる中で最後まで残っていただき見ていただいている皆さんありがとうございます本当に。僕らのこと知らない人も知ってる人も今日せっかく最後まで縁があってここに残っていると思うので最後にまで一緒に遊んでいけたらなと思っております。熱くない部みんな脱いですね。じゃあ次の曲は思いっきり激しい曲を用意したのでカメラに当たらない程度に出禁にならない程度に盛り上がっていただけたらと思います。皆さん今日かっこいいバンド見つかりました？はい、俺らの次にかっこいいバンド見つかりましたか？はい、こういうの言った方がいいんだよな。ネットの前で見てくれてるよっていう話してくれる友達もたくさんいて、こうやって会場に足を運んでくれる友達もたくさんいて、本当にみんなに応援されて僕ら成り立ってるなって本当に思ってます。なので最後まで今日気抜かずに思いっきりいいライブ届けるので、皆さん最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。
しいです。あんまりなんかこういう、あんまりというか初めてですね、こういう、なんか対決じゃないですけど、なんかワクワクするねって。みんななんか今日ピリピリしてんじゃんって話してたんですよ。で、楽屋裏で、絶対勝つぞっつって、はい。一番ピリピリしてたのが僕だったっていう、ちょっと走りすぎてよくわかんなかったですね。はい。ということで、あと2曲やって、僕ら終わりなんですけど、次、4月29日に、またここで、ライブをするので、またちょっとまだ、ゲストは決まってないんですけど、ここでまた僕らのことを見に来てくれたり、違うバンドを応援しに来たきっかけで僕らのことを知ってくれる方もたくさんいるかもしれないですけど、またその時、ここで同じ時間が過ごせたら、またその時はよろしくお願いします。じゃあ、僕らの新曲と、最後僕らがずっとやってきた曲2曲やって終わりたいと思います。This song is called Regret。一人歩く私が寂しすぎて
リしたんで、思いっきり最後飛び跳ねて終わりましょう。いいですか皆さん、歌える人は一緒に歌ってください。お願いします。まずミューディアっていうサイ
投票をよろしくお願いします。お願いします。本日会場にお越しくださった皆さんには入り口で金のパス投票券というのをお配りしているかと思いますので、そちらの裏面の左下にギフトコードが記載されています。そちらをミューディアのページからギフトコード入力していただくと1万ポイントのギフトと5000ポイントのギフトが1つずつもらえるようになってます。そちらも今日出演してくださった5組のアーティストさんの中から1組ずつ投票をお願いします。お願いします。こちら1万ポイントと5000ポイントは同じアーティストさんに2つ投票するっていうことができない仕組みになってますので、はい、必ず別々のアーティストさんに1つずつ投票をお願いします。はい、また、配信ご覧になってくださっている方も投票ができるようになっています。はい、同じように配信ページからギフトというところを選んでいただくと、はい、投票できるんですが、はい、ミューディアのサイトに登録された方は1日30ポイントが無料でログインすることにもらえるようになっていますので、本日ログインしてくださった分の30ポイントが投票可能になっているかと思います。はい、もしかしたら今日までの間に貯めたポイントがあるかもしれないので、そちらも投票に使っていただくことができます。もしこれを機会に本日新規で登録してくださった方にはボーナスで90ポイントももらえてるかと思いますので、はい、もしかしたら今日の分と新規分で120ポイントを持ってくださってるかなと思いますので、そちらもぜひ投票に使ってください。コメントも投稿できるようになってますので、アーティストさんへの応援メッセージや感想などを載せていただくとアーティストさんも嬉しいかなと思います。いくらもらって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 59分、11時59分まですごい言ってたんですけど、はい、58分らしいということを聞いてしまったので、そうなんです。今やることをお勧めします。そんなギリギリにするようなこと絶対ないので、もう明日やろう、バカやろう、ね、必ずね、23時58分まで画面見てくださいね、はい、皆さんね、はい、画面見てください、はい、随時、多分今投票してくださってる方がいると思うので、多分今すごい変動してそうですね、はい、順位が多分変動してるんじゃないかな、うん、追って確認すると楽しいかもしれません。ぜひ、もう本当に演奏終わったばっかりですので、もう今このリアルな気持ちで投票していただくのが一番いいかなと思います。もし周りに投票してなさそうな人いたら、絶対この時代をっていうのを言って、投票してもらってください。それで元出演者として言わせてもらうととしてはですね、バンドの皆さんね、バンドのみんな諦めんなよ最後まで。お客さんにめっちゃ連絡とかして投票してなそうな人にはですね、ぜひなんていうんですかね、この裏工作じゃないけど草の根運動みたいなね、裏工作って言ってダメですね、草の根運動、演奏がいくら良くてもたくさんのお客さんに投票してもらわないとですね、意味がないです。はい、こう言っちゃうね、なんですけど、だからバンドの皆さんもね、最後まで諦めずに草の根活動を必ず23時58分まで絶対やった方がいいですよ。俺はそれで前回うまいことやったんで、うまいこと成功者ですから。そう、成功者ですから。はい、はい、今日会場に来てくださっている方、特に1万ポイント、5000ポイントで大きいポイント持ってると思うので、それが結構、はい、もし本当に会場に来ている中で投票してくださってない方がいたような形跡があれば、絶対これをものにしないと。1万ポイントってネット上の方は1万1000払わないとね、もらえないポイントですから、そうです、絶対にこれは出演者の皆さんも最後まで諦めずに、はい、必ずよろしくお願いします、はい、やった方がいいかなと、ね、はい、思います。ということで、今日のイベントはこれで終わりになりますが、はい、最後に、木更津出身の C スタイルっていうアイドルグループがいるんですけど、2人組はね、はい、知らないでしょ。すごい、私初めて。前回のミューディアアンバサダーっていうなんかアンバサダーに就任してたんですけど、彼女らがやってるですね、はい、締めの言葉で締めようかなと思います、はい、お願いします。一緒にやってもらっていいですか。ちょっと私初見なんで、ね、教えてください。バイセコってわかる？バイセコってわかる？自転車のバイセコ、それとバイバイも決めたバイバイバイセコって言ってこう、バイセコ、やんないの？よし、じゃあみんな一緒にやろうか。バイバイバイセコだから、いくよ、誰も聞いないで、いくよ、じゃ
choose what's meant to be our destiny.